スター・オーシャンシリーズスター・オーシャン4ザラスト・ホープスター・オーシャン4ザラスト・ホープマイナスはスクウェア・エニックスが2009年2月19日に発売した XBOX360 用ゲームソフトスター・オーシャンシリーズのメインタイトル第4作目略称は SO4? 従来シリーズとは異なり自分で行き先を指定して宇宙船で自由に宇宙を旅する 日本ゲーム大賞2008フューチャー部門を受賞。Xbox 360アーケードスターオーシャン4プレミアムパックを24,800円で同時発売した。発売週の売り上げは16.6万本と Xbox 360タイトルの初週販売記録を更新し、週刊ファミ通の週刊ソフト売り上げでも初めて1位を獲得。ハード販売台数で Xbox 360が末を聞き売り上げ1位になるなどハード権威に大きく貢献した。2011年の時点で国内 Xbox 360市場において売り上げ第2位に輝いている。PlayStation 3版がスターオーシャン n 4ザラストホープインターナショナルのタイトルで発売された。2011年4月21日には アルティメットヒッツとして連回版が発売された。2017年11月28日に、スター・オーシャン4、ザ・ラスト・ホープ 4K& フル HD リマスターが、プレイステーション4版、マイクロソフト・ウィンドウズ版のダウンロード専用で発売された。星の海は連鎖する。その果てに何があるのか。西暦2064年、人類は三度目の過ちを犯した。 第三次世界大戦である。惜しみなく投入させた大量破壊兵器は柴た,たく、間に大地を焼き尽くし、人々に世界の終末を予感させた。事実上、地球は死にかけた。そして、人類は安住の地を求め、宇宙へと目を向けた。西暦2074年、国際科学技術局型惑星文明と極秘裏にコンタクトが成功。 西暦2087年、トリラス・バークタイン博士によりワープドライブ実験が成功。西暦2096年、宇宙開拓隊の第一人が星の海から希望の彼方からへと旅立つのであった。2010年2月4日にインターナショナル版がプレイステーション3で発売された。ありがとうございます。